問来てた。気分爽快になれる映画が見たいです。お答えします。スカッとしすぎ超気持ちいい映画参戦。忘れないようにいいねと保存をお勧めします。第3位ハングオーバー。結婚式を間近に控えた主人公は独身最後の夜を満喫。次の日ひどい二日酔いで目が覚めます。ホテルの部屋に新郎のダグの姿はなく一匹の虎と乳児がいました。点と点が最後線で繋がるところはスカッとします。第2位愛と青春の旅立ち。リチャードギア演じるザックは町工場で働くポーラと出会います。二人は恋をするんだけどもいろんなことがあって結果別れます。悲しみに暮れながら町工場で働いているとリチャードギアが登場してお姫様抱っこをして扉を開けて消えていく。ここはね胸熱なんですよ。第1位グラインドハウス。車を武器に美女を襲う恐ろしい殺人鬼。そのスタントマンのマイクに対して美女4人が立ち向かっていくというお話です。ラストに女の子たちが殴るシーンがあるんですがめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。あなたのスカッとする映画は何ですか？コメント欄で教えてね。あなたからの質問も待ってます。